さすすがにちょっっっとと怒ててますっていうことでパロプンテ J リーグサッカーチャンネルですけどもいやーね大槻監督に対するパワハラ問題っていうのが今。 出てます、まあ、一部週刊誌の報道でですけどもね、えー、選手に対するパワハラ発言、まあ、スタッフに対するパワハラ発言があったんじゃないかってところで、えーね、フライデーさんかな、記事を出していて、で僕はこれに関して、ね、触れないでおこうと、えー、思ってました、触れないでおこうと思った、じゃあなんでお前触れてんだっていうところにはなってきますが、どうしても許せないことが1つだけありました。 でそれが、まあ、某メディアのタイトルの付け方ですね、これちょっとサブチャンネルでも、えー、J2 専門チャンネルの方でも喋ったんで、若干内容が、えー、被るかもしれませんけれども、もう少しでもこの僕のね、怒りっていうところを、まあね、感じてほしいし、これは本当にね、問題となるべきね、ことと思います。それはね、そのパワハラあったかどうか云々んぬんかあるまあ、現状推定無罪と僕は、えー、思ってますんで、で、クラブのそう、えー、ザスパー群馬の発表 発表によると、まあ、あくまで現時点では、えー、聞き取り調査、まあ、調査の結果、あくまで現状ですけども、えー、パワハラと受け取られるような発言とか、えー、パワハラと思われる発言はなかったっていう発表を公式は、ね、しております。だから公式、群馬の中では現状は大槻監督は、えー、無罪です、えー、心配かけてすいませんっていう、えーね、報道が、えー、出ているわけなんです道ども、報道あのね公式の発表があるわけなんですけども。 ただ、どうしてもね、許せないのが、僕、フライデーよりもね、フライデーよりも、まあ、あの、某メディアさんってね、話します。某えマガジンさんにはなってきますけども、あの、記事の付け方ですね、ちょっとね、群馬、タグマさんのね、ところでえ書かれている某群馬のメディアさんがありまして、そのメディアさんのタイトルの付け方ですね、そのタイトルの付け方が相当僕は悪意があるなと思っていて、 もう拡散希望って書いてあるんで話をするんですけどもねもうこれ読む,のもね嫌なん読むのも嫌なんだけどもね言うならば「えー、速報ザスパワハラ群馬死ねボケリアルアウトレージ週刊誌フライデー」が組長大月剛監督かっこ元浦和レッズ監督のパワハラ暴言疑惑を報じるってこれがタイトルなんですねでさらにタグこの記事のタグのところにはね、えー、ザスパザスパワハラ、えー、ザスパワハラ,ザス,ハラザスパークザスパワハラザスパーク ザスパートナー、ザスパー群馬、えー、パワハラ、レッツ、大月剛、奴隷、売られつってあって、あのーん、自分の、自分のっていうかその、ね、メディアとして記事を主に書いている、ザスパー群馬のことを、ザスパワハラ群馬って書いているんですね。これ、このあとクラブが公式に発表で、ちょっと声が大きくなってますね。さすがにちょっと、ね、怒ってますけどね、僕もね。えー、クラブの発表でパワハラはなかったって言って、 いまだにこのザスパワハラ群馬っていうタイトルが更新され変更されていないんですねこれはメディアとしてどうなのこのね群馬で飯食ってる、えーね、ライターさんとかね、えー、まあいらっしゃると思うんですよねでそれがザスパワハラ群馬っていう群馬にまあこの群馬で言うかザスパ群馬にですけどねの、えー、クラブ名にクラブに傷をつけるタイトルを書くのはどうなんだザスパワハラ群馬なんてこれ書いたらいかんでしょっちゅう ところです、まあ、これあとねなぜかね元裏列監督って書いてあってタグにもね レッツ、裏レッツ、わけでしかもね、これ、書いてあるんで、これ、明らかにね、裏レッツの名前を使って、もう PV を稼ごうとしてんじゃないかっちゅう、どうしてもあって、じゃあ、このメディアさんはね、いつも大月監督の名前出すときとかに、えー、元裏レッツ監督って出すかっていうと、出さんと思うんです。僕もね、全部の記事を読んでるわけではないんですけれども、ただ、じゃあね、大月監督の、ね、記者会見まとめです、大月監督、元裏レッツ監督の、えー、記者会見ですとかね、書くか 話なんでねもうちょっとねこれはねどうなんだここで売られ「裏列」の名前を出すのはどうなんだっていうのが、えー、どうしてもあって で,で、えーまあ、これもだからもう1個ね、ねこれメディアさんなんですよね、えー、メディアさんの記事なんだけれども、このね記事の内容、このねメディアさん、えー、群馬のね、えー、メディアさんが書かれている記事の中に、フライデーの、えー、記事のね見出しというか、その大槻監督の写真と、えー、そのね記事の一部が写ってるんですね。これ フライデーって有料の雑誌ですよね。で、有料の雑誌を無料記事の、ね、中で画像で、これ、あこんな、ね、内容の記事ですよって中身出していいのかって言うと、これメディアとしてダメでしょ、これね。あのー、なんて言うんだろうな。これやってることは、例えばね、えっ、ー、と、週刊少年ジャンプの、えーね、中のページの写真一部、えー、撮ってアップしてますみたいな感じで、これメディアリテラシーとしてどうなのっていうのが僕の にあっ で同じメディアならこれダメネしょっていうところで、例えばじゃあ僕がね、この、えー、群馬のメディアさんのですけどもね、えー、ね記事、有料記事のですよ、有料記事の一部をスクショして、あこんな記事書いてますって出したら多分めっちゃ僕怒られると思うんですね。めっちゃくちゃ怒ると思うんだけども、やっちゃってんですよね、これ中身。まあ、立ち読みできるからというか、というところなんか分からんけども、ただね、どうなんだね表紙とかならまだ分かる、これね、表紙とかなら分かるんだけど、思いっきりね、フライデーの中身を、えー、メディア メディこのね、えー、群馬の、えー、ね、メルマガさんのメルマガのこれね、えー、の中で、おめきフライデーの記事の一部をね、えー、出しちゃってるんですこれ、1ページ丸々ね、出しちゃってるんですよね。で、ちょっと左側には記事もうっすら見えるぐらい書かれているんで、これはどうなんだえー、ね、メディアとか文字でね、生きてる、まあ、文章とかね、そういうので、えー、生きてる人がね、食っていってる人間であれば、こういうのやっちゃいかんっちゅ ののはかからんかなっていうのが僕の中で僕みたいな素人でもねそれやっちゃいかんちゅうのはね分かるんだけども中身出しちゃってんだよなこれねうんこの写真撮ったのがこのメディアさんじゃなくてもそれをねどっかから拾って持ってくんのもよろしくないしっていうところでまあなんだろうな これはどうなんだっていうのがやっぱりあって、そのね、だからまあ、ザスパワハラ群馬、僕が一番怒ってるのがザスパワハラ群馬という単語、言葉、本当クラブ名に泥塗ってる行為なんで、僕はこれはね、本当、ザスパ群馬のは本当すぐ対応すべきですし、で、 なんだろうな、メディアのこうフライデーの報道はどうかわかります。これね、まあ、一応僕はね、信じてます。あのね、一応つかもう大塚監督信じてますけどね、無罪であると信じています。しかし信じてる一方で、やっぱりフライデーのねとこも何かね、あって報道してて、まあ、これだからね、僕は白と信じたいけども、実際はわからんちゅう、もうこれね、あんまり言いたくないけどね、これあえてもうね、これ、まあ、うんなん、だろうな、これね、あんまりね、いや、大塚監督、絶対白ですとか言ってしまったらね、まあ、これもし被害者がいたときにね、本当にもし被害者がいたときに、あんまり僕は 僕はこうさっき言ったね、大月さんは無罪ですって言い過ぎるとね、ま、な何かあった時が、ね、何かあった時が僕が怒られることになってしまうんで、あえてもうちょっと引いた公平な目で見ているつもりですけど、僕は大月さんは白であるとは言わんけども、白であると信じたいというね、そこ、まあ、僕のこの苦しいね、えー、言い方、本当、なんかちょっと理解してくれてる人がいたら、えー、ありがたいんですけど、僕は白と信じてますというところには、えー、なってきますが、ただし、ただしですよ。 この、えー、このザスパワハラ群馬っていう、えー、タイトルをつけたっていうのも、これ、現実としてあるんです。これはもう、いや、そんなこと書いてませんけどもねっていう言い訳は、これ、できないんですね。もうこれ、だから僕の中では、むしろ考えようによっては、フライデーよりもこっちの方がね、えー、罪が重いんじゃないか、割と最初にね、何か対応すべきなのはこっちじゃないかっていうところで、多分ね、群馬も抗議はしてると思うんです。この記事のつけ方ですね。うん、記事のつけ方を、やっぱり、 何、ね、とかしてくれってね、抗議はしてると思うんだけれども、現状、えっ、ー、と、えー、何時だ今、18時45分現在、えー、記事の更新がねた、えー、されていませんのでね、うん、どうなんだうん、これは群馬のクラブから怒られるのかなっていうのはありますし、ま怒られてもそれでもね、無料記事でも PV 稼いでね、失うものがでかいとは思うんだけどな、ね、実際ね、この書き方はね。で、まあ、実際に X のそのね、 アカウントの中ではですけども、えー、もう購読やりますと、もう二度と読みませんみたいな、えー、コメントあって、相当ネガティブな反応が、ね、とても多いと、ね、いうとこなんで、どうなんだろうなぁね、これはね僕の中ではね、非常に、ね、不愉快な記事の、えー、タイトルの付け方ですし、まあ、本当、裏で言った名前をねなんでここで出すんだっていうのがありますんで、まあ これはもう厳重に抗議した方がいいんじゃないかっていうのはどうしても、えー、あります。どうなんだろう、これね、今は PV 稼げてもう後々絶対にね、それはマイナスとなって帰ってくると、えー、思うんですよね。もう正直やっぱ賛否両論ってね、世の中結構ね、ある、まあ、賛否両論ある記事とか、そういうのあるんですけど、やっぱ賛否の3の字と P の方が、まあトントンとかね、逆にそんぐらいの方が本当はいいんです。賛否両論あった方がね、ある意味記事としては、まあそれはね、まっとうというか、いろんな人ま 込んだ議論になるんである意味賛否両論っていうのは健全な記事と僕は思うんですよ、世の中ある中でね。まあ本当はだから賛否の3が多い方がいいんだろうけど、ある意味賛否両論っていうのは、まあこう何かを考えるきっかけにもなるんで、僕は賛否両論の記事とか、賛否両論の出来事、発言っていうのは、まあ、こう世の中サッカーに限らず僕はあった方がいいと思うんだけども、一方でこれは賛否両論の日の方が明らかにね、えー、ね賛成する人はこの記事のね、えー、内容、タイトルの付け方に賛成する人はこの記事のね、内容、タイトルの付け方に賛 とかね、いいねっていう人は多分ね、えー、いないと思うんですよね。っていう中では、まあ一応、この記事、いいねが10ついてあいますけどね、えー。っていうところでね、ね、どうなんだろうな、これね、いろんなところなんか問題となりそうな感じがします。なんなら大槻監督のね、そのフライデーの報道内容を読むちょっとこっちの方が僕はね、すぐ対応してほしいというところになってきますけども、だから、裏やつの一部サポーターもね、僕だけじゃなくてね、いや、なんでう,うちの名前出すんだみたいなね。 ね、X のコメントありましたんで、ね、これはだから本当、群馬と浦、ね、和両面から、えー、怒られても仕方ないですし、でこれしかも、うん、拡散希望って書いてある、ね、僕もね、もう喋ってやろうと思いましたけど、これね、拡散希望って書いてある、ね、もう喋ってね、えー、この怒りをちょっとね、ぶつけてみようとは、えー、思ったんですけどもね、ちゅうとこでございます。まあちょっと僕の怒りが少しでも伝わればいいとは、えー、思うんですけど、いや、本当、ね、群馬のサポーターさんがね、一番つらいですよね。朝から大月監督の、えーね、話で でへこんでね本当どうなのっていう不安なところから始まってこんなタイトルの付け方されたらね、本当それはねサポーターが一番かわいそう、大津監督も、ね、本当かどうか分からん中で、こんなことやってね、ね群馬もねタイトル自分のねクラブメイに傷をつけられてね、ね相当、えー、なんか大変だなっていう感じもします。まさか身内からねこのメディアさんから石を投げるとは思ってなかったでしょうし、僕はこれはね早急に早く記事を非公開したとかした,した,した方がいいとかね、えー、タイトル変えた方がいいと思うんですけど、今のところその気配 なないんんでねどうなんだそっちなんで僕はちょっとね怒ってはいるんですけどもまあちょっと僕のね今回愚痴の動画になりましたけどもねえっちとこございましたまあちょっと愚痴っぽくなってほんと申し訳ないですたまにはね、えー、すいませんというところになってきますけどもねはいということで今回以上判定ジェリウーサッカーチャンネルございましたよかったらチャンネル登録はこんな動画ではしなくていいですねえー、さらっ